道順にこだわる理由その1、道順が一つしかないと思っているから。自閉症や発達障害の人は想像力の欠如などの特性から別の考えを持つということができないことがあります。道順に対しても目的地に行くルートはこのルートだけだと思い込んでしまい、別の道順があるとは考えもしないことがあります。そのために普段の道順と別のルートを通るとこの道は目的地にたどり着けないと思って不安になったり過剰に反応します。道順にこだわる理由その2、こだわる道順に興味を示すものがあるから。こだわる道順に本人の興味を示すものがあるため、そのルートを通りたがるということがあります。興味を示すものには電車が見える、公園に寄れる、道路沿いで車が見える、お店が見える、友達の家の前を通る、信号や線路を通る、企業の看板やロゴが見えるなどがあります。自閉症の人が好きなものは以上のように、分かりやすいものから人のうちの室外機や換気扇が見える、ドアの閉まる様子が見える、お店の上り旗、ビルや電信柱の汚れ、道路標識などちょっとした物事である場合もあります。ちょっとマニアックですね。このように好きなものがあったりすることで特定の道順を好むということもあります。道順にこだわる理由その3、空間認知能力が低いから。空間認知能力とはその空間において人や物との位置関係を把握する能力です。位置関係には方向、距離、高さ、大きさ、広さ、移動速度など様々な感覚が関連してきます。自閉症や発達障害の人は空間認知能力が弱いことがあります。空間認知能力が低いと自分の位置や向かう先がわからなくなる、いわゆる方向音痴になったり、地図の見方がわからないといったことにもつながります。また自閉症や発達障害の特徴として、空間認知能力が鈍いことで運動が苦手、人や物とぶつかりやすい、転びやすいといったことが見られます。空間認知能力がないと一歩手前の道を曲がっただけでも自分がどこにいるのかがわからなくなってしまいます。さらに自閉症や発達障害のように予想や見通しをつけるのが苦手であると、自分がどこにいるのかわからなくなり、不安でストレスを抱えたり、どうすればよいのかわからずパニックにつながります。道順にこだわる理由その4、刺激や感覚を得ている。自閉症の人の中には車や電車や自転車などの乗り物が好きな人が多くいます。乗り物が好きな理由には、車や電車自体が好き、動く景色を眺めるのが好き、揺れや振動が好きなど様々な理由があります。自閉症や発達障害の人は感覚鈍麻で、感覚の感度が乏しかったり、こだわりや好き嫌いなどから行動の幅が狭まり、日常生活の中で受ける刺激が少ないことがあります。日常生活で受ける刺激が少ないと、自分で刺激を求めて自傷行為を行ったり、くるくる回ったり、手を叩いたり、情動行動を行い、外部刺激を求めることがあります。次々と流れていく景色や動きを視覚として楽しんだり、揺れや振動を感覚として取り入れます。そのため特定の道順であると、次に期待しているものが見える、このカーブで揺れるなどを理解しているので、安心して刺激を得るために道順にこだわっていることもあります。道順にこだわる理由その5、こだわる道順に思い入れがあるから。こだわっている道順で以前に良いことがあったという記憶や良い思い入れがあるために、特定の道にこだわるということがあります。良いことには知り合いに出会えた、話しかけてもらえた、好きな車が見えた、お菓子を買ってもらえたなど、人によって様々です。反対に違う道を行くのを嫌がる場合には、うるさい音が聞こえた、苦手なものがあった、怖い人がいた、犬に吠えられた、威圧感のある建物があるなど、苦手な記憶や思い出ができてしまったということもあります。自閉症や発達障害の人は時間の概念の理解が難しいこともあり、これらの良い思い出や嫌な記憶は何年も昔の話であったり、お母さんも覚えていないようなとても小さな年齢の頃の話である場合もあります。道順へのこだわりの対応方法。道順へ強いこだわりを持ってしまった場合に、急用や事情によって変更することが困難になってしまうことがあります。そのような場合に対処できるよう、
道順へのこだわりに対する基本的な対応方法をご紹介します。見通しが持てるように事前説明を行う。道順にこだわる大きな理由は、今まで経験したことのないルートを通るのが不安だということになります。普段と異なる道順で目的地に行く場合には、あらかじめ説明をして見通しをつけて不安を取り除いてあげることが重要になります。見通しをつけるために説明する項目には、どのような理由で普段とは違う道順で行くのか、経由地はどこなのか、どこを通るのか、所要時間はどのくらいあるのかなど、ルートの説明の他にも、普段と違う道を通っても目的地にたどり着くことと、不安や心配をする必要がないことを伝えてあげましょう。見通しが持てるようにするための方法に欠かせないのが、ツールを使って視覚的に伝えるということです。スケジュール表を用いたり、紙に書いて説明をしましょう。地図がわかる人の場合には、地図を使って通るルートなどを確認する方法があります。パソコンやタブレットやスマートフォンがある場合には、 Google マップやストリートビューで実際に移動する風景を事前に見せながら説明するのも良いでしょう。また別ルートを使うときには、大好きな電車が見れるよ、学校の前を通るよなどと、子どもの興味を引きそうなことを教えてあげるのも効果的と思います。安心グッズを持たせる。不安なことに対して落ち着ける安心グッズがある場合には、それを持参して移動中の気を紛らわせるという方法もあります。車であれば好きな曲を流したり、 DVD などでアニメを見せるのも良いでしょう。道順へのこだわりを崩す。道順にこだわってしまった場合には、そのこだわりを無理やり崩すという方法もあります。こだわりはその人の経験不足と変化による不安が原因の場合があります。このような場合には、事前に説明を行い、道順を変えてみるのも方法の一つになります。本人に分かりやすく事前説明をすることは大前提です。道順が変更すると、最初は不安でパニックになったりもしますが、何度も経験することで自分の中で対応方法や気持ちの折り合いを学ぶことにつながります。また目的地への道順も一つではないことも理解することができます。自閉症や発達障害のこだわりは、成長するにつれていつの間にかなくなったり、別のこだわりへと移り変わります。道順にこだわるという特徴も、年齢の小さい子どもに多く見られ、年齢が上がるにつれて見られなくなる傾向にあります。こだわりを崩すのが難しい場合や、無理に崩して本人に負担がかかってしまう場合には、長い目で見守ることも必要になります。自閉症や発達障害の人が道順にこだわるのは、空間認知への理解や見通しができないことへの不安、障害の特徴が大きな理由になっています。道順にこだわりを持ってしまうと、道路工事や事故などの物理的な事態や不意な予定変更に対応ができなくなることがあります。自閉症や発達障害を持つ人が道順にこだわる理由には、その人の経験や道順への理解、気持ちへの折り合いをつけることが難しいということが多いです。そのため経験を重ね、学習をすることで、本人の中でも別の道で行けること、毎回同じ道でなくても良いことを学んで理解ができるようになるはずです。道順にこだわってしまう人への対応方法として、この動画が参考になれば幸いです。以上が自閉症の人が道順やルートにこだわる理由についてでした。この動画が参考になれば高評価、チャンネル登録をお願いします。学びにつながればコメント欄にてアウトプットをしてください。アウトプットをすることで記憶の定着につながります。ではまた。